ばんは。こんばんは。5月31日火曜日のナラナビです。それでは今日のラインナップです。奈良県は全国有数の観光地、しかし観光客の滞在時間の短さなどが課題となっています。こうした中、 SDGs の視点を取り入れた新たな取り組みを後ほど詳しくお伝えします。その他ご覧のような内容でお伝えします。続いても音楽についてピアノ弾かせてもらえませんかです。はい、今回は奈良市の住宅街にあるカフェで年代物の貴重なピアノたちと出会ってきました。さあ今日は奈良市の富ヶ丘にやってきました。とてもね、閑静な住宅街なんですが、この住宅街にあるガラス張りのこちらの建物の中に今日のピアノはあるということなんですね。中に入ってみましょう。します。わ、すごいピアノがもうずらりとね並んでいますけれども、しかもなんかちょっとアンティークなこうピアノっていうんですか。こんにちは。はい、どうぞ。お下方こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、普段あまり見たことのないようなピアノが、アンティークでなおかつなかなか面白いいいピアノが多いんですよ。こちらはカフェなんですが、そのスペースに誰でも自由に弾けるピアノが置いてあるんです。こちらテーブルまでピアノの形ですか。そうなんです、ユニークですよね。お茶や食事と一緒にピアノが楽しめる贅沢な空間です。はい、これがね、スタインウェイですね。あ、こちらスタインウェイ、デンマーク王室から来てるんですよ。え、デンマーク王室で使ってたやつのお風呂ですわ。え、すごい。そう、これは柔らかい音がして、はい、で鍵盤もすごく柔らかいんですよ。へえ。だから静かな曲でね、柔らかい曲弾くのがいいんですね。ショパンなんかでこうして、こんな感じで弾けるんです。ああ、素敵。で、これがものすごい弾きやすい。子供なんか弾くのにはちょうどいいかな。譜面台が、あ、すごいでしょ。ね、こういうなんかすごいこの格子状になってて、細工してますね、猫足でね。本当だ、もうなんか。このままインテリアとして宮殿とかに置いててもしっくりくるような。うちはだいたいインテリア系のいいピアノが多いんです。あ、そうなんですね。だから黒のピアノはめったにない、あるぐらいかな。同じ種類のブルーとなっている、あのピアニストの、そうそう、はい、先ほどのピアノとはちょっと違う。ちょっと音は大きいんですよ。で、太い音がしますね。これは弦が普通は2本なんだけど、はい、4本積んでるんですよ。本当だ。で、4本ついて2本が共振してる。あ、響かしてる。あ、そう。なんかやっぱりちょっと体にこう少し来る感じしますね。振動が。これはね、アンティークで120年ほど前のピアノかな。で、うちで修復したやつなんですね。あ。ちょっと弾いてください。120年前のピアノ。そう。お綺麗に修復されて。そうそう、修復したんです。木田さん、この木目がまた綺麗ですね、このピアノ。これね、クルミの木でできてるんですよ。クルミ。そう。え、クルミの木、ピアノに使うんですね。使うんですね。どんなこう音色がするのか、ちょっと触ってもいいですか。どうぞどうぞ、弾いてください。はい。すごいな、120年前のピアノ。柔らかい音しますね。はい、こちらではカフェの他にもピアノの教室、調律や修理、そしてアンティークピアノを中心とした販売とピアノに関するあらゆることを手掛けています。ピアノとその魅力がいっぱい詰まった空間なんですね。はい、本当にね、珍しいピアノばかりで私も心が躍りました。木田さん、こういう場所を作ろうと思った、はい、こうきっかけってどんなものだったんですか。もともときっかけはアメリカにいた時にパーティーとかで、はい、演奏するでしょ。でその時にすごい有名なピアニストが来て、はい、大拍手で、次は隣のおじさんが来て下手なブルースをやるでしょ、はい、大拍手。日本では考えられないですね。で日本に帰ってきて音楽教育見たらね、なんかね、みんな面白くないんですよね。楽しくやってないんで、で、うちで子供でもジャズ弾けるようにという教室をやりだした。ピアノ音自体が好きなんですね。
柔らかいから、ね、それと一つの楽器でいろんな音を出せるっていうのは大体ピアノでしょう。でそういう関係でピアノが好きになったかな。木田さんは音楽を日常的なものとして楽しんでほしいという思いからサロンコンサートなども頻繁に開いています。間近で生の演奏が聴けるなんて素敵です ね。しかもね、とっておきのピアノ で。今回はカフェのスタッフ福永さんの歌とコラボすることに。福永さんは普段からお客さんの前でも歌を披露しています。曲はカッチーニのアベマリア、木田さんのアレンジです。最後は圧巻されましたけれども、はい、いろんなピアノがあるんですね。そうなんですよね。本当ね、あの見た目も音も本当様々だったんですけども、アンティークのピアノってね、あの人の歌声ととっても相性が良くて、なんかお互い邪魔しないというか、そこもなんか魅力なんだなというふうに思いましたね。はい、このコーナーでは皆さんからピアノの情報を募集しています。自宅や学校、街中などのピアノの情報をこちらの番組ホームページまでお寄せください。お待ちしています。ここまでピアノを弾かせてもらえませんかでした。ピアノは若さの秘訣、ならなり。明日もぜひご覧ください、はい、番組のツイッターもぜひフォローをよろしくお願いします。それでは今日はこのあたりで失礼します。さようなら。